この先はこの時期としては強い寒気が南下してきそうですね。そうなんですね、はい。では明日夜の予想天気図見てみましょう。はい、はい。こちら8日土曜日午後9時の予想天気図ですが、西に高気圧、そして東に低気圧があります。西高東低の気圧配置になります。まあ、このようになってきますとね、冷たい空気が日本列島に流れ込んできそうなんです。はい、はい。こちら明日土曜日の午後6時の上空1500メートル付近の気温の様子なんですが、ここにマイナス6ってありますよね。はい、これは平地で雪になる目安の寒気とも呼ばれています。でこれが、ね、今後どのように動いていくのかちょっと見ていきましょうか。はい、夕方以降夜にかけてどんどん日本付近に近づいて北陸から東北あたりを通過していくことになります。はい。で日曜日の、まあ、朝にはマイナス6度っていうのはなくなってくるんですが、まあ、それでもね、0度の空気がここの部分ですね、はい、東日本北日本すっぽり、またマイナス3度が関東から北を、すっぽり覆っているという状況なんですね。はい、ですから、まあ、気温が下がる。で降水があれば雪になるようなところも出てきそうです。うん、ではそのあたりの予想を見ていきましょう。こちらです。はい、まず明日の夜、10時の予想になります。これで見るとね、東日本の日本海側、まあ、山沿い中心です。東北も主に山沿い中心、雨ではなく雪で降るところもありそうです。あと北海道もね、はい、雨のところもありますが雪のところも、あります。そして日曜日の、朝を見ますと、この通り東北の、山沿い、あと北海道も広く雪ですよね。で時間進めていくとお昼頃には東北はもうほぼほぼ回復で、北海道もね、だんだん雨のエリアに、変わってくるところが多く、まあ、雪は山沿いもしくは山間部の一部ということになってきそうです。はいはい、峠道とかではね、本州も含めて、一旦溶けた雪がまた積もるようなところも、出てくるかと思いますのでね、その点お気をつけください。はい、そして雪ということはやっぱり気温も下がるということになります。で日曜日の朝の気温を見ますと濃い青色は氷点下なんですよ、この部分ですから、かなり広い範囲で再び氷点下の冷え込みという形になります。まあ、昨日は今年初めて冬日の地点がなかったんですよね。はい、でまた冬日の地点がぐっと増えてくるということになります。まあ、降水のあったところは、ね、雪ではなくても凍結の恐れもありますからね。はい、そういった点も注意事項の一つということになりそうです。わかりました。はい、路面状況の変化でしたり、あとは体感の変化も気をつけて過ごしていただきたいですね。はい、詳しい内容はアプリウェザーニュースからご覧ください。